はい、えっ、ー、と、マトリックスアフィリエイトにつきましてですけども、やっぱりね、転んでもただで起きてはいけないかなと思いますんで、うん、新マトリックスアフィリエイトというね、プロジェクトをやってみようかなと思いますよね。この新マトリックスアフィリエイトっていうのは、まあ、前回のね、マトリックスアフィリエイトっていうのの概念は、まあ、あのー、すごくアクセスの集まってるサイトと、お まあ、サイトをね、共有することによって、そこからアクセスを流し込むみたいな横取り戦略だったんですけども、まあ、あの、具体的に言うと、2チャンネルでアクセスが取れてるものの URL を自分のサイトの URL にこう、ぶし込んで、そこが、なんか新しい記事更新したら自分のおサイトにも記事更新が連動するようにしてるっていうね、やつで、今はもう禁じられててできないんですよね。うん、まあ、それで禁じられてできなくなったから、やばいと思ってね。 あれマトリック・サーフィリエットのメタ流星とか逃げたんでしょうけどもまあそんな逃げなくてもいいんですよそれは別の方法でねあのいくらでもやり方あるわけですからだからその辺がねちょっとまあ腰が座ってなかったなと思いますよねで私はね新マトリック・サーフィリエットはアクセスの高いところから自分のサイトに流し込むみたいなそんなね非弱な方法じゃなくて貧弱な方法じゃなくてもうねアクセスの低い自分のサイトを量産することによってたくさんのアクセスにしてしまうみたいなね ノハウウハドキューみたいな感じでですよ、うん、でこのサイトは誰にでもできますか誰にでもできませんみたいなね妙なキャッチコピーででやり方としてはもう最初の1日でもう終わるんですよコンデンツは。サイトを、ブログを作りましょう。でこれが1個目ですよね。でブログの作り方の動画を流すと2つ目そのブログを1万回やりましょう。終わり。<laughs> これであなたも サイト1個につき1アクセスしかなくても1万アクセスが確定します。バーンみたいな感じで。で、1サイトあたり10アクセスあれば、なんと10万アクセスが毎日あなたのところに流れ込んで売り上げを作ってくれます。バーンドキュンみたいな感じでね、やればいいんじゃないかなと思います。嘘は全くないという。で、実践もしてると。<laughs> で、それで、まあね、1億円とかね、2億円とか作れるというね、そういうふうな実績もあると。文句のつきようがないでしょ。ただし、 1> 1万サイト作る根性にあなたがあるかあなたにその責任が取れるか1億円の責任は1万サイトだイエーイみたいなことがねできるかなっていうことですよねうんでも1万サイトを作って、えー、1億円がもしね実現するとしたら1サイト1万円の売上ですからこれすすごいいなと思いますよねいやこのね1サイト1万円の売り上げに何とも思えない人はもはや稼ぐセンスがないなと思いますよね。 じゃあ10万サイト作ったらどうなりますかって言ったら10億円ですよ。難しいね、あのー、投資をやらなくても、あやふやなビジネスのスキルを身につけなくても、もうなんか中学生でもできるブログ構築、サイト構築、うん、これだけでいいんですよ、これだけでね。で、それ、すごいですね、これね。これはね、何の煽りもなくて、真実ですから、やっていけんじゃないかなと思っちゃいますけどね、どうですかね。1 1万サイト億円うん それが新マトトリクスアフィレート、ね、流星のように流れる <laughs> なんとかみたいなねめっためたに「めめた!」みたいな感じでねあまり名前を出しちゃいけないですかねうんまあでもね名誉毀損にもならないからいいでしょうねというよりも金返せよ <laughs> 金をうんまあいろんな方が関わったんでねこうお金分散したんだろうけども,も俺の金返せよ <laughs> 騙してんだから。 返せよもう。<laughs> ということでね、今日は以上でございます。うん。でももうこうなったらね、売上で間接的に取り戻すしかないかなと感じる今日この頃でございました。マトリックスアフィリエート。ほんとしつこいですね。本当にしつこいマトリックスアフィリエート。だからね、なんか詐欺にかかったらこのぐらい、いやー詐欺にかかったんだよって言い続けた方がいいというね、ことでございました。